まりできてないですね。そういう機会があればもっと頑張ろうかなと思うんだけど、そういう機会もなかなかないんで。ちなみに外国人選手とかとコミュニケーションとかどうしてるんですか？外国人選手は、まあ、ポルトガル語が多いんで、単語をちょっと使いながらコミュニケーションとか。I have been working as a soccer player for 22 years. 全然違う。10年間サッカー選手がいるチーム。もう一回。テイク2いきましょう。I have been working as a soccer player for 22 years. 私は22年間サッカー選手として働いています。来ました。完璧じゃないですか。完璧。一回目勝ったけど正解。I have participated in the World Cup twice. 私はワールドカップに2回参加しました。はい。いいですね。I want to continue to improve my soccer skills. これからもサッカーの腕を磨いていきたいです。合ってますね。いいんじゃない。いいっすね。むしろちょっとかっこよく訳してくれましたね。磨いていきたいです。いいじゃん。いや、英語って難しいね。いや、本当にそういう使える機会があればいいんだけど、ね、日本がそういう国になればいい。本当に英語で勝負したいね。ユキャンの英会話腕を磨いてもらって。そうだね、頑張ります。